三浦貴大さん、身近にこんな貧困が、ドラマで風俗ライター役に。ドラマ、東京貧困女子、貧困なんて人事だと思ってた、ワウワウイコール金曜午後11時のテーマは、女性の貧困。現代の孤独や社会の不条理を問いかける社会派ドラマだ。三浦貴大さんが演じるのは、風俗ライターの佐喜多雄二。主人公で経済誌の契約編集者である狩山子、朱里さんの相棒として、貧困に苦しむ女性たちへ取材を重ねる。原作は、中村敦彦氏によるノンフィクション、東京貧困女子。病気の姉の援助や家族からの虐待など様々な背景を持ち、貧困に苦しむ女性が登場する。東京、歌舞伎町の街並みがドラマにリアリティを持たせ、画面からは実際の取材現場に紛れ込んだような空気が伝わってくる。身近に潜む貧困、まずは知って。出演のオファーを受けたときは、まずは、重いなと。身近なところにこんな貧困が潜んでいると思いませんでした、と率直な思いを明かした。演じているうちに、気づきが多くあったという。特に、風俗店やパパ活で稼ぎながら、国立大の医学部に通い、部活動にも取り組む大学生が印象に残っている。自分の周りにも大学で部活をしていた人が多くいたので、もしかしたらこういう状況の人がいたのかもしれないと思いました。撮影については、仕事や肩書きから役を作ると、人物像がブレる気がして。だから、いつも通りですが、本を読んで佐喜多がどの辺で生まれて、どうやって生きてきたのか想像しながら演じました、と振り返った。また、視聴者へのメッセージとして、まずは、貧困の存在を知ってもらい、自分の意見を持ってもらえたら、と語った。一人の人として生きるを心がけ。映画、ウィニーやドラマ、エルピス、フジテレビ系など社会派の作品への出演が目立つ。だが、そういう作品を選んでいるわけではないんです。スケジュールが合う限り、出ようという気持ち、というように、映画にドラマに、出演作が途切れない。役との向き合い方を聞くと、役者同士でも賛否両論があるんですが、と前置きした上で、伝えたいことは持たないようにしています。それは監督や本を書く人が持っていたら良いから。僕はその中の一人の人として生きることを大事にしています、と続けた。自身の話になると、肩の力が少し抜けたようで、恥ずかしいですね、とにこやかに話し始めた。とても、緊張しい、で、人からどう思われているかを気にしてまた緊張するので、自然体を心がけています、と打ち明ける。撮影でも、初日の前にはお腹を壊すし、初日を迎えても全然セリフが出てこないとか、初対面の人が多いのも緊張します。今回の共演が、何度も共演した、朱里でよかった。安心感がありました。仕事なくなったら、危機感も原動力に？父は、誰もが知るベテラン俳優、三浦友和さん。何か良いアドバイスをもらえるのではと思いきや、役者を始めて後、6年の時、初日、ダメだわ、と言ったら、父に、俺もまだダメだよ、と返されて。50年もやってもそうなのかと、じゃあ、いっか、と思い直しました、と表情は明るい、緊張しい、はどうやら父親譲りのようだ。役者を続けていくうちに、その楽しみ方が変化してきたという、結構は希少なので、自分が面白いと思えるポイントが多いのは、演技の原動力になります、と語る。舞台でお客さんに拍手された時や、撮影で監督に OK をもらった瞬間とか、
それと、仕事がなくなるかもしれないという危機感を常にうっすらと持っているのも、いいバランスになっている、という。今の楽しみ方は、というと、一つの動作やセリフ回しによって、人に伝わる印象がどのくらい変わるのか、を考えるのが非常に面白いです、と語った。役者道に邁進しているようだ。文、諸熊岬、写真、内藤恵美。